またまた久しぶりにですね、今日はですねミスティミューさんと一緒にお星様の話をしよう。真面目な番組です。いつもそういうふうに言うと真面目にね、じゃないような気しちゃいますけども、いつも真面目です。はい、星空の招待席というね、すごく真面目な番組をやろうと思います。はい、で今回お話ししたいのが2つの話、まあどちらにしろ宇宙開発の話なんですね。うん、で最近ね、あと2月5月2日のね、まあ米国惑星、協会、まあ、NASA のね、NASA で、惑星協会という NASA、NASA、当たり前ですね。ここで、発表されている記事なんですけどね、やっぱり小惑星に向けて新しいね、NASA の探査衛星オリシス・レックスっていうのが飛ぶんですよ。はい、ね、でこれにまああの少年の名前が、少年がね、9歳の少年が命名しまして、ペンヌという名前になりました。実はこの話から宇宙開発の話をしたいと思います。ね、それでは行ってみましょう。星空の招待席です。はい、まあ、この記事っていうのはね、別にあれなんですけどもね、1999年にね、発見された、はい、小惑星があるんですね。でこれにカフ号が101955、1999年の RQ の36ってついてるんですけど、すごい年代に見つかりましたね。うん、そうなんだよ。でもね、絶滅ごっこだ、うん、年だからね。でもね、こういうのにいろんな名前をね、あのつけるときに、うん、たまたまちょっと事情があったんだけど、うん、名前を募集したときにですね、9歳の少年がね、うん、ペンヌというね、これはベンヌね、ベンヌ、不死鳥っていう意味ですね、不死鳥、フェニックスみたいな、うん、そうそう、そんな感じですね、フェニックスですね、ベンヌね、うん、という名前をつけたらしいんですよ。何語なんですか、ベンヌっていうの。どうでしょう、そこまで書いてませんね。うん、うん、まあそれでね、これを小惑星自体が実は炭素質でできて、まあ、気圧性物質が豊富な B 型小惑星っていうことらしいんですよね。はい、うん、ただね、大きさは数百メートル、まあ、結構でかいよね。で公転周期は、太陽の周りを 436.6 日で回って、うん、6年ごとに地球に接近して2182年に衝突する可能性が1800分の1の確率で存在すると言われています。これもっと全然確率高いんだけど、でこれ以外にもっと別に地球にぶつかるっていうのがね、いっぱいありますけどね。で小惑星探査やサンプルリターンミッションに適した軌道サイド、いわゆる小惑星を探しにね、うん、まあ行ってその内部がどうなってるかとかを取って戻ってくるとね、そういうのに非常に適している感じであるとね、地表の性質であることがそういうらしいんで、 NASA の探査機のオリシス・レックスのターゲットになったということなんですよね。でまあ、これがさっきも話したんですけど、はい、2012年末におられた、18歳未満対象とした命名コンテストに25の国からおよそ8000人の応募があったんだって。でそのペンヌっていう名前が、まあ、受賞したらしいんですよね。うん、でまあこれね、最近この小惑星探査っていうのがもうがぜんなんかよくもう注目を浴びてるんだけど、結局地球がものすごいやっぱり重力を持った星でしょ。だから月をやってさ、遠心ブリみたいにぶん回してるわけだ、ハンマー投げみたいに。そうでしょ、だからそれを考えたら全然ちっちゃい数百メートルぐらいの小惑星は地球に引き寄されるんですよ。あ、でぶつかっちゃう。そうだから、たまたま軌道が、地球とすごく近づいてきてるとね、うん、そういうものは、軌道がちょっとずれたとしても地球側に移動するんだよね、動きが。でもちろん他の惑星に近づいた時にまた軌道変わっちゃったりするから違う可能性もあるんだけど、だから地球に小惑星がぶつかるとかぶつからないってことを言ったときに、ぶつかるのが当たり前だと思わなきゃいけないんです。うわ、怖いね。これがね、重要な問題なのね。うん、でも本当に今その小惑星探査は現在小惑星まで行って、はい、それでそれを破壊する、またはミサイルを撃ち込んで軌道を変える、うん、いろんなことの研究もされてて、一番すごいのは中途半端な大きさだったら、うん、袋をかぶせて月の近くまで持ってくるとかね。なんすかそれ。マジでそんなことやってるの。なんか地引き網みたいな。そう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 。ね、うん、それぐらい宇宙開発ってね、どん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 変わってきてるんですよ。なんか近くなっちゃったんだね。そうなんだよね。うん、だからまあいろんなそういうようなね、話のある中で、うん、本当最近の近未来宇宙はもうよくいろんな僕ラジオでも話してるんですけど、もう来年あたりから1000万を切る料金で宇宙に行けるの。なんか近くなってきたな、宇宙が。で最近それだけじゃなくて月世界旅行まで募集してるんだよ。なんか夢があるね。うん、もうね、でも2億いくらぐらいでできるらしいんだよね。うん、だからそうなると、まあ、200何十億だったのかな最初は。それがもうどんどん安くなって、宇宙にただ行くだけだったら今800万から900万ぐらいで行ける。そんなで行けるんだ、うん、ちょっとね。まあね、ラジオで何度もこれ話しましたけど、岩城浩一さんというね、俳優さんが来年の春に飛ぶらしいですね。はいはい、でもあれ飛ぶのも結構訓練とかいろんなこうドクター、昔はね、うん、
特にそうだった、うん、昔は特にそうだったんだけど、今はその G を軽減する方法もいろいろ見っかってて、うん、あの必ず宇宙酔いっていうのがあるらしいんだけども、うん、それでも通れば大丈夫、船酔いと違って継続性がないとかね、うん、でもね、そんな話の中でね、やっぱりあの一番驚くことってのは、うん、今までは NASA とかロシアとか国の機関がやってたでしょ、うん、今そうじゃないんですよ。イギリス、アメリカ、いろんな中心した国がその民間団体が宇宙船いっぱい作ってるの。ホテルは建設してるの今。作ってるの、うん、今ホテルは宇宙にあの ISS なのかな、どこなのかに建設してるって話で、ね、このデータ情報はまだあの降りてこないんだけど、うん、ヒルトンがやってるって話ですよね。行ってみたいな、うん、まあ、だから宇宙もね、こんだけ近づくなってきたとね。それでね、もう一つ問題が起きてることがあって、今日この話を解いたの、宇宙ゴミってのがあって。何ですか宇宙ゴミ。宇宙の中にはね、宇宙の上、うん、だからそうだな、ここから地球から2、300キロ、800キロぐらいのところから、うん、3万キロぐらいのところまで、うん、ロケットの破片だとか、あ、そう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 、例えば人間が打ち上げた人工衛星でもう使わなくなっちゃったものとか、うん、ね、ある時は世界で初めて宇宙を植えた人、した人のね、手袋が宇宙に飛んでっちゃって、それがそのままあったりとか。あれは風船とか飛んでっちゃって帰ってこない時あるじゃないですか。風船はね、宇宙まで行かねえんだな、さすがにな、うん、やっぱり風船 あの飛ぶ位置ってまで決まってるからね。あ、全然あれは風船宇宙行ったら大変だよ、それこそ。あ、そっか。ね、風船重いから宇宙行っちゃったらね、うん、あ、そう、空気がないからね、うん、宇宙はね。うわ、重いんだよ。重いです、はい、だからある程度までしか行かない、気球もね。うん、でもね、そんな中で本当に宇宙の中のゴミがね、いっぱいあって、それが今ね、ぶつかり合う。どうなっちゃうの、それ。いやー、だから下手すりゃロケットでも宇宙船でも行った時にそれにぶつかってくることも考えられるし、手袋がぶつかってくる、ボルトナットもあるだろうし、でっかいロケットもあるし、ね、ロケットのエンジンがさ、要するに途中で切り離してで浮いてるやつもある。うわー、怖い。それがだいたい1日に最低1個ずつぐらい割合で地球に一回飛び込んでんだけど、どんどんどん燃えてんだけど。落ちてきてね。でもね、もう何万個じゃ済まないぐらいあるらしいんだよ。何十万個とか。あ、驚くほどの数があるらしいの。だから、まあ変な話だけど、それ宇宙がもうそろそろいっぱいいっぱいになっちゃってるっていうところの問題点もあるらしいんだよね。宇宙にまでゴミあんだね、うん、環境。そうなんですよ。だからそれが燃えて流れ星になる時もあるし、大きな火球になる時もあるし。流れ星ってそんなもんだからね。うん、そっか。うん、なんかグリフィスで隕石がお腹に当たっちゃった人です、ね、うん、運が悪い人だね、グリフィス天文台でね、うん、あれは、まあ、よっぽど運が悪い、運が悪いとしか言えないでしょ。運がよっぽどいいか悪いかどっちかしかないけど、歩いてていきなり、それは俺は本人じゃないかよく分かんないけどね、うん、でも家に飛び込んできた隕石の話もある。家、うん、怖いね、家壊れて。だから一番問題なのはこの間ロシアで起こった隕石じゃないけど、あの結局起こっただけのあれじゃなくて、衝撃波だけでね、街が崩壊しちゃうぐらいすごいものなんですよ、危ない、ね、隕石の力ってね、うん、だから、現状から考えた時に小惑星どんどんいろんなものが近づいてくるし、2018年、28年、ここにも2つでっかいのが来る、うん、ね、それを今からどうするかってことを NASA は考えてますね、まあ、世界 あのそういうところはぶつかると言われるものを、まあ、ずっとね、あの黙って見てるわけいかないね、うん、なんとかしてそれを迎撃しなきゃいけないために小惑星観測もいっぱいやってるし、宇宙船ロケットなんかもいっぱいいろんなの飛ばしてるし、もう一社じゃないですよ、たくさんのところがもうね、アリゾナとかね、ニューメキシコの境目のところにある、今宇宙あの空港ができてて、宇宙空港、うん、そう、あの飛行場と同じ民間の宇宙空港ですよ。すで、そこから全部発着すると、もう NASA の時代じゃないね、そうなった今の現在です。ちなみに隕石と、うん、あの小惑星だ、小惑星の大きい、正確に言うと小惑星っていうのが、もっとちっちゃいものを含めたらちっちゃな惑星だ、小惑星、うん、それが地球の大気の中に入って落っこってくるやつを隕石っていうの。ああ、惑星も隕石の落ちてきたら隕石と同じになるね、なるということ、うん、そういうことですね、うん、だから当然あの元々ある小惑星ってのはどこにあるかっていうと、まあ、あの火星と木星の間にあるアステロイドベルトっていうのが小惑星の一番多いところでね、そこにはちっちゃなもうあの氷の塊みたいな、石の塊みたいなものから、ある程度サイズのでっかい月と同じぐらいの、ものまであると、ね、いろんなのあるんですよね、うん、もっと外に行くとね、あの冥王星のあった頃、あの天王星、海王星のもっと外側にはカウパーベルトっていって、うん、冥王星クラスのでっかい星のあるところもあるし、すごいね、あれも小惑星だよね、うん、それは小惑星、小惑星です、はい、惑星にはならない、準惑星とか小惑星というふうに言われますね、うん、例えばね、それが太陽の周りを回ってないで木星の周りを回ってると木星の衛星とかね、地球の周りを地球の衛星って言いますけどね、月よりでっかいものはまだゴロゴロいっぱいいるってことですよ、怖
怖いね。ねえ、いや怖いかどうか分かりませんけどね。まあそういうことで宇宙の話、今日はありがとうございました。はい、またね、出演してくださいね。はい、最近ちょっと出ずっぱりだけどね。はい、それではさようなら、星空でした。はい。はい、この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。